こんにちは、チョービくんですよ。いろんなところに行ったから乗せていくよ。まずは京都駅に着いた。お天気がいいなあ。歩いてすぐのところに本願寺があったから寄ってみた。靴を脱いで中に入れるようになっている。木でできていて落ち着くな。そこからバスに乗って二条城っていうところに行った。入場料は1,000円。中で写真は撮ってはいけない。人が多くてイライラ。次の日に行ったのは円徳院。人がすごく少なくて観光客がほとんどいない。日本庭園も独り占め。ここは穴場だな。ぼったくり二条城とは違って中でも写真は撮っていい。夜にはライトアップされるらしいから行きたかったな。また今度行こう。ピンピカピン、金色だよ。綺麗だな。お願い事を書くコーナーがある。いろんなものが展示されている。お庭もきれいだな。広い和室がある。落ち着くな。あ、お魚だ。ジョージはお魚が大好き。ここは百人一首の部屋。円徳院を満喫したところで次は高台寺に行く。昔のお家がある。雨が降ってきちゃった。高台寺は広いな。高台寺の上から大きな観音様が見えた。竹やぶがたくさんある。嵐山みたいだな。6月だからアジサイが咲いている。わあ、今度はすっかり晴れちゃった。山の上は天気が変わりやすいな。高台寺から清水寺まで歩く。カラフルな場所発見。清水寺に到着。人が多いな。ここは縁結びの神様。
お地蔵さんがたくさんいるな。清水寺は工事中。アジサイがたくさん咲いているな。歩いて山を下っていく。ここにもピンクのアジサイ。疲れたから一服。かき氷と抹茶。天気がいいなぁ。きれいなお空。おいしいものをたくさん食べた。前回の京都の旅も見てね。じゃあねー、バイバーイ。